みんなこんにちは、ハリーです。ボディラッシュ楽しでかい。今回なんですけども、テトピックした新属性一緒に見ていこう。早速やっていこう。さあ、ということで皆さんおはようございます。一晩明けまして、白いヒゲの後登場の激震から皆さんどうですか？オーケー、大興奮で話し行きすごい、びっくりだよ本当に、うほほって感じなんですけれども、まさしくですね、白ひげの名にぴったりな新システム、新属性、白と黒というのが登場しました。よいしょ、おめでとうございます。もうこれもう1年以上かけてね、作ったって言ってたので、もうやっぱりね、もうやっぱそんぐらいかかるんだなと思ってたよ。てか友達にね、あのゲーム作ってる人がいるんで、何日くらいかかんのとか、バグとかどうやって処理するのっていうのを聞いてたんですけど、やっぱりバウンティーはもっと凝ってたね。聞いてた以上に時間凝ってたし、1年以上かかってるって言ってたんで、いやーすごいですね、バウンティーのこの新システムの搭載は。おめでとうございます。さあ、そんな話は一旦置いといて、問題なのはこの白と黒が何なのかっていうのと、今後どうなっていくのかとかね、サポートどうなっちゃうのとか、疑問点とかみんないっぱい浮かんでると思うんで、全部まとめて紹介しましょう。早速やっていこう。なんかポケモンみたいだよな白と黒、この後金と銀かないや面白い、光とかじゃなかっただけ面白いんですけど、白と黒というのが登場しました。これね、まず PV 見てください皆さん、どうぞ。何ちょっと金かけくしちゃってんの、出るんだよ、イエーかっこよすぎないこれ白と黒の登場でした、ね、この白と黒が登場したことによっていろいろ問題っていうのが発生してます、まあ、その前にですね、白と黒の情報を一回押さえておきましょう。それはこちら、各属性の相性ということで、白と黒がどんな相性でね登場したのかっていうことが分布されています。で、白属性と黒属性それぞれ性能が違います。白属性の場合は今いるキャラクターたち赤、青、白全員に対して有利です。はい、少し有利っていうことなので、まあ、どんぐらい有利かっていうのはちょっと分かんないよね。その少しがどんなんなのかってちょっと分かんないんで、まだ使ってみないと分かんないんですけど、むちゃくちゃ強かったりするかもしれないんで、とりあえずね、白属性は全員に有利やと。で、そしてその白属性が唯一弱いのが黒属性だけですよってことになります。で、黒属性見ていきましょう。黒属性はその白属性に対して有利なんですが、依存する赤、青、緑、今のキャラクターたち全員にちょっと不利ってことです。このちょっと不利がどんぐらい不利か分かんないねもしかして白属性のちょっと有利っていうのの方が、黒属性のちょっと不利っていうよりも恩恵がすごい受けやすかったりする可能性も高いので、結局白属性じゃんっていうことも言えるかもしれないよね。だって黒属性がさ、ちょっと有利なんだったら、そのちょっとは恩恵とかのサポートで埋められるかもしれないじゃん。じゃあそのサポートとかはどうなっていくのかっていうのもね、どんぐらい効果があるのかっていうのがちょっと気になるとこだよね。ゾーン系とかだったら 15% だけどさ、その 15% の以内にそのちょっとっていうのが収まってんのかっていうのがちょっと気になるよねこれね。さあ、こんな感じで相性っていうのが全て分かりました、まあ、この相性っていうのだけでもね、ご飯3杯ぐらい食べれるくらいね最高のおかずなんですけども、この白と黒が登場したことによって各属性にね与える影響っていうのは計り知れないと思います。そして今後環境キャラクターが登場するとなると、白と黒がまず優先的になってくるだろうね。赤と青と緑になって登場しちゃったらさ、黒属性だけにしか対抗できないから、結局黒属性がいなくなっちゃったら白属性が環境を取るようになるわけだよね。で、その白属性はドン系とかのサポートをつけちゃえば黒属性は対抗できるわけですから、となってきたら、なんか白属性引いといて損はないなって感じがするよね。さあ、環境を取るのはどうなのかっていうのもね、これ予想できると思うので、今後ちょっと注目しておきましょう。またね、白属性、黒属性、各属性でどんなキャラクター登場してくるのか、これまでまとめていくから、みんな一緒に楽しんでいこうぜ。さあ、続いてはですね、気になりますサポートについての情報が出てます。それはこちら、各属性のサポートの効果についてということで、白属性と黒属性のサポートが詳細的に書かれているんですね。ちょっと見ていきましょう。白属性、黒属性に同属性のサポートキャラを編成した時の効果っていうのは、サポートが大になります。大っていうことは1じゃありません、2ってことなんですよ。2倍になってくるっていうね、そういう計算になってくるんじゃないかな。まあ、一応分かりやすく210っていう風に表現しておくんですけど、210で表現した時2になるってことなんだよね。白には白、黒には黒、これをつけていきましょうと。そして赤、青、緑、
今までのキャラクターたちに同じキャラクターで合わせていきましょうねっていうことはみんな言ってるよね。サポートを一番揃えた方が一番高いよって言ってる通り、赤には赤、緑には緑、青には青を揃えた場合が10となります。これが1だとしましょう。これが今までのセオリーなんだって。だからこのセオリーのサポートよりも白と黒のキャラを買うプラス白と黒のキャラをサポートで合わせた方がめっちゃ強いよってことが言えます。なので注目してほしいのは白と黒のサポートがどのキャラが登場するのか、どのタイミングで登場してくるのか、そしてどうやってゲットできるのか、これが大事になってくるよね。無課金の人でもさ、白と黒のサポートキャラゲットできなければ結局白と黒のキャラをゲットしたって意味がないわけなんだよ。その理由がこちら、赤と緑と青の属性に白と黒のサポートキャラを編成すると小になる。そして逆も言えば白と黒のキャラクターに赤、緑、青の今までのキャラクターのサポートをつけても小になるっていうことなんですよ。なのでここまで全部まとめてみると、結局白と黒の超越戦キャラクターを当てたところでサポートが揃ってないと結局最大の力は発揮できませんよっていうことが言えてくるわけなんですね。でしかもサポートってさ、結構差がつきやすいじゃん。ゾーン系の 15% のカットとかよりももっと差がつきやすいよね。だから属性ちょっと違うだけでさ、今なんて 10% 15% 差が開くっていうのも全然言えてくるし、となってきたらこの白属性黒属性を今当てても正直サポートで白属性黒属性が今いない状況だから小になっちゃうよね。だから少し有利少し不利っていうのが全然変わらないんじゃないのっていう話になってくると思います。いやこれちょっと面白いよね。だから問題になってくるのは、さっきも言った通り白と黒のサポートに使えるキャラクターがいつ登場するのかっていうのが肝になってくると思います。なので今後いつ登場するのか、登場した時引けばいいのか引かなくていいのか、そこもねちょっとみんな注目してほしいです。またね、白と黒の超越戦キャラクターのうち白が今登場しましたけど、黒がそんな早く登場しないよってなった場合は白が環境を取るわけで、白属性に合うキャラクターは超越戦キャラクターだけなのかっていうのもねちょっと気になるよね。今んとこ超越戦キャラクターしか登場しないけどさ、サポートキャラクターで無課金者も育てやすいキャラが今後登場しなければ正直使えないわけなので、まあ引くべきはもしかしたらエース&ヤマトとかゲッターのキドロなのかとか、そういう話にも繋がってくるよね。いやーちょっと無課金者の人だけではなくて、これからバウンティーを始める人、今までバウンティーをやってきた人全員にね新しい育成システムっていうのは搭載されてきました。いやこれはマジで楽しいよ。新しい風を吹かしてきたよね。みんなこれ注目しておきましょう。さあ見ていただきました、どうでしたでしょうか。新属性について全部まとめてきました。新属性が登場したことによって問題点としてはキャラクターだけじゃなくてね、サポート、キャラクターの登場頻度、ガチャなのか交換所なのか、これから注目するとか多くなってくるよ。いや楽しみだね。もしかしたらさ、これさコーラとかで交換してゲットできるとかっていう形になるかもしれないよね。それならさ、コーラをいっぱい持ってる課金者とかの方が優遇されやすいし、ちょっとそこら辺は差ができてくるよね。ただこれまでのサポートのセオリーでいくと、サポートっていうのは星3のキャラクターをオーバーブースト全部やった方が正直一番ポイントが高いっていうこともあって、無課金者でも育てやすい、無課金者でもやり込めるよっていうのがバウンティラッシュの醍醐味としてありました。このサポートの育成システムが白と黒はどうなっていくのか、ちょっと注目だね。これ次第ではね、バウンティラッシュの運営とか経営方法、これからについてガラッと変わってくると思うから、みんなちょっと注目しておいてください。さあまだまだ続きます。バウンティラッシュ5周年を迎えました。みんなこれからも一緒に楽しんでいこうぜ。見ていただきました。次の動画でお会いしましょう。ではまた。